ロバート・ウィリアム・カーンズは、1969年以来、現在に至るまでのほとんどの自動車で使用されている、間欠式ワイパーの発明者である。カーンズのこの発明に対する最初の特許は1964年12月1日に提出された。カーンズは最も有名な特許侵害案件の一つであるフォードモーター社に対する訴訟で勝訴した。カーンズは小雨や霧の時に有益な間欠式ワイパー機構を発明しその特許を取得してからビッグ3の自動車メーカーにライセンス技術を売り込もうとしたが、すべての自動車メーカーはカーンズの申し出を拒絶し、1969年から自社の車に間欠式ワイパーを装着し始めた。カーンズはゲーリーで生まれ、デトロイト近郊のフォード社の大きな工場がある労働者の町リバールージュで成長した。彼の父親は製鉄会社のグレートレイクススチール社で働いていた。カーンズは高等学校時代はクロスカントリーと競争で優秀な成績を収め、バイオリン奏者としての才能を持ち、軍隊では10代で情報将校となった。第二次世界大戦中に彼はアメリカ中央情報局の前身である OSS の一員であった。カーンズはデトロイト大学とウェイン州立大学で工学の学位をケースウェスタンリザーブ大学の前身であるケース工科大学で博士号を取得した。カーンズの発明のひらめきは、1953年のカーンズ夫妻の結婚式の夜に、シャンパンのコルク栓が偶然に彼の左目に当たり、最終的には、ほぼ完全に失明することになったことから生まれたと言われている。約10年後の1963年、カーンズが小雨の中で自分のフォードギャラクシーを運転していたとき、ワイパーの周期的な動きが障害を抱えた視力を刺激し、彼を苛立たせた。カーンズは人間の目が連続的ではなく数秒に1回瞬きすることから、自身の発明の仕組みのヒントを得たとした。しかし後に彼はこの発明のひらめきの物語を作り話であると認めたと言われている。カーンズは1978年にフォード社を1982年にクライスラー社を特許侵害で告訴した。フォード社の案件は1990年に法廷へ持ち込まれ、2つの事案が審議された。フォード社は負けたが、法廷はフォード社の特許侵害は故意ではないと認め、フォード社は今後一切の訴えを起こさない条件で、カーンズと1億100万 US ドルで和解に同意した。フォード社との和解の後、続けて、カーンズはほとんど自弁訴訟でクライスラー社を訴えた。判決は1992年に下され、勝ったのはカーンズであった。クライスラー社はカーンズに1億8700万 US ドルとその利息の支払いを命じる判決を受けた。クライスラー社は判決に異議を申し出たが、連邦巡回区控訴裁判所は原判決を支持した。合衆国最高裁判所はこの案件を審議することにした。1995年に1000万 US ドル以上の訴訟費用を費やした後で、カーンズはクライスラー社の未必の故意の特許侵害の補償としておよそ3000万 US ドルを受け取った。興味深い注目すべき点は、クライスラー社の代理人は、カーンズが1970年代遅くにフォード社を告訴することを考えていた時に最初に訪れた法律事務所の一つであるアーネス・ディッキー&ピアースだったことである。実際、彼の息子のデニス・カーンズによると、カーンズ自身は利害関係の衝突を理由にアーネス・ディッキーを忌避したかったが、彼の代理人にアーネス・ディッキーを忌避する動議を出すように納得させることができなかった。それから、カーンズはクライスラー社との法廷闘争を彼自身と家族で切り盛りすることに決めた。しかし、この戦略は続くゼネラルモーターズとメルセデス・ベンツに対する訴訟では、これらの企業が訴訟をカーンズの訴えが基本的に地方裁判所で却下されるように困難なものにしたので、うまく機能しなかった。1990年代末にカーンズはOSS の退役軍人会とウィリアム・J・ドノバン、将軍記念基金の理事を務めた。2005年2月9日に、カーンツはメリーランド州、ボルチモアで、アルツハイマー型認知症が併発した脳腫瘍で死去した。カーンズの発明と報道者に対する訴訟は2008年度の映画、幸せの絆の題材となった。ロバート・カーンズと妻のフィリスは離婚したが、2人の娘と4人の息子をも受け、彼が死去した時には7人の孫がいた。自動車産業界が反論として持ち出してきた法的論議は、発明というものは独自性と真贋性という基準に合致していると類推されるものでなくてはならないということであった。それらの中の一つが自明でないことである。フォード社はカーンズの間欠式ワイパーには新規に開発された部品が何も使用されていないことから特許は無効であると主張した。カーンズ博士は既存の部品を新しく組み合わせて独自のものを作り出しただけであるということが議論された。カーンズの特許で使用されている RC 回路の視聴型発信回路の類は、カーンズの特許が提出される10年前から存在していた。これは教科書の基礎電気の項に掲載されていた。並列ワイパーの技術は自動車製造ですでに利用されており、これは1955年にクライスラー社から発表されていた。フォード社の技術者、テッド・デーキンは1957年にワイパーの実験を行っており、給気管から取り出したエンジンの負圧で作動する、それまでのワイパーに代わる電気モーターで作動する、ワイパーの設計を依頼された。彼は1963年にフォード社でカーンズ博士のデモンストレーションを見た技術者の中の一人であった。デーキンは自身と同僚が、タイミング装置を含む一連のワイパー関連装置を開発していたと主張した。その中の一人はワイパー用のバイメタル製タイマーを設計したが、作動温度に達するまで時間がかかりすぎ、うまく機能しなかった。デーキンはカーンズ博士の発明につながるような何百人という技術者の先行する技術があったとも語った。自身の特許を主張するため長く係争中の発明家には、ラジオ放送の周波数変調発明を争った、エドウィン・ハワード・アームストロングや、1970年に開発した冷却液循環システムが、アルミニウム製エンジンオーバーヒート防止策として、フォードのフォードピントと GM のシボレーベガに無断使用されたとして、勝訴により、数百万 US ドルを得たワルター・C・アブリーや、レーザー関連技術の特許取得で、米国特許商標庁と30年以上争い、レーザー製造会社と法廷で特許主張を争い、後に勝訴したゴードン・グッドがいる。ありがとうございます。